はい、こんにちは、レトスの小野です、えー。8月も1週間が過ぎました。8月も残り3週間です。しっかり計画を立てて、今年の合格を目指しましょう。まだ諦めるのは早いです。今日も1日頑張っていきましょう。それでは、8月6日の3問に入っていきます。A の行為または過失による加害行為により、B が即死した場合、B に損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、 その相続人は B の損害賠償請求権を相続することができない。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは B の損害賠償請求権を相続することができるので、誤りです。例えば A さんが車を運転中、前方不注意で B さんを引いてしまったと。で、B さんが即死してしまった。 この場合、B さんの奥様や子供さんは A に対して、つまり加害者ですね、に対して損害賠償請求できますよね。まあ、これはテレビのニュースでも目にする内容です。つまり、死亡した B さんの有する損害賠償請求権が奥様やお子様に相続されたことを意味するんですね。しかしこれを法理論に基づいて考えると少しややこしくなるんですよ。 B は即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく,なくなくなってます。そうなると損害賠償請求権は B が有しない権利なので奥様や子供に相続されないですよね。そもそも B さん即死で損害賠償請求権を持っていないから持っていないものが奥様とかお子さんに相続されるわけがありませんよね。逆に即死でなければ 事故後、B は損害賠償請求権を取得するので、その後 B が死亡することによって、まあ、相続の対象になります。で、これでは、負傷後に死亡した場合と比較して、甚ははだしく不公平ですよね。はじめにお話した即死の場合の方が、すごく不利になるわけですよ。一方で即死せずに、まあ少しだけ生きているというのであれば得すると。これちょっとおかしいですよね、話としては。だから判例では、即死の場合も、 傷を負った時と死亡した時との間に感覚が多少なりともあると。その時に損害賠償請求権が発生するというふうに考えて、それが相続されるというふうにしてるんですね。まあ、結論は常識的に考えればすぐわかると思うんですけども、判決文として出題されたら悩む問題だと思います。なので、上記概要は頭に入れておいて損はないと思います。で、問い2です。 宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物。まあ、これ未完成です。これを宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる丸かツかという問題ですね。答えはツです。 これ特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。で、その一部っていうのが600万円分なんですけども、まあその点についてちょっと解説していきます。この問題は、ハッシュ規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。で、ポイントは、損害賠償額の予定と違約金。え、これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。 で、2割を超えた場合っていうのは、2割になるんですね。2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本主特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、 損害賠償額の予定プラス違約金イコール600万円になりますよ。つまり全部が無効になるんじゃなくて一部有効です。ということですね。なので答えは×です。で、問い3ですね。え、用途地域の指定のない区域内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては憲兵率の制限は適用されない。丸か×かという問題です。これ答えは×です。 ま、今回のような、この、規定ってないんですね。ルールはありません。まあ、結論から言ったらもうそれで終わりなんですね。ちょっと似たような内容で言うと、公園とか広場、道路、川などの、うちにある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、及び衛生上、支障がないと認めて、許可したものについては、憲兵率の制限は適用されません。まあ、特定行政庁が許可してるんだから、まあ、これは憲兵率の制限はなくてもいいよと、考えなくてもいいよっていうことなんですね。 で、この問題については分からないかもしれませんが、えー、ま、そのまま覚えていただいて大丈夫ですで。特定行政庁っていうのは市長とか知事とか、まあ、そういったイメージで問題ございません。そして、今販売している予想模試は、実際、個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、 弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。今年絶対合格しましょう。